激しい。ゆうやさん、バナナをちょっと食べてもらっていいですか。冷蔵庫に入ってるんだ。いや、俺明日お腹痛くなったらどうする。いや、大丈夫大丈夫、まだ1週間しか経ってないけど。あ、違う、1週間とかもうダメでしょ。2週間、いや、一応開けてみよう。いや、大丈夫、大丈夫よね。大丈夫。いやいや、育ちが違いますからどの辺が、どの辺が。いや、俺の方がだいぶセレブだけ。俺そんなバナナの皮が意見ちょっと食べてみようぜ。口の中に食べなきゃ。なんかない、なんかない。はい。マジですか。違う、これをね取らないとこの実験の話が終わらないんですよ。いや、もう終わらなくてよくないですか。うわ、これ絶対やべやって。ちょっとこれ ミニキャップがないけど困った。ミニキャップ、半ズボンに行ったかな。この順番で、これやばい順ね。やばい順。これやばいっす、やばいっす。やばいっす、やばいっす。やばい順。いや、多分大丈夫だと思うんだけどな。絶対やばいよね。ヘルメットとかいらん。じゃあミッチーさんがヘルメットをかぶって食べて、聞きます。なんかだってほら、もっとほらなんか僕ですね、もっと危険なやつをしたいって言ったじゃん、実験。いやー、それそれ、なんすかね、やっぱお腹が痛いって結構一番地味に来るじゃないですか。やけどとかあーねーと思うけど、なんかお腹って地味に生活かかるじゃないですか。いや、でも触って意外といけそうだけ、ほら色だけで。あー、でも中は確かにあれっすね。うん、いけそうよ。マジかよ、なんでハマって。マジか、外してつけて。ミチさん、助けてください。いやー、辛いわ。これ前回の実験よりもちょっと、でもね、こっちは大丈夫よ。それね、あ、じゃあとりあえずこっちから行こうぜ。一番安全なやつから。うん、それがビニール袋、ね、ヘタを取ってビニールラップで巻いて、酸化を防いだ的な。そうそう、そこからねガスが出るらしいよね。そのガスでね、なんか熟成が進むらしい。いや、熟ってますよこれ絶対。でもなんかね、皮むくと平気らしいので、ビニール袋で包んで、それが一番安全なやつ。あ、いけるいける。おいしい。こう、美味しそう。俺この間15年ぶりぐらいにバナナ食った。近くバナナ、チョコレートはいらないですか。どうすか。全然、うん、美味しい。はあ、この間のより美味しい美味しい。2週間前ぐらいですか。そう、ああ、より美味しいよね、ちょうどいいぐらいね。うん、ですいい感じ。2週間前ね。そう、全部それ全部食べたらお腹いっぱいになってこっち食べれんよ。これが食べれんよ、これが。次これが、あのラップでヘタを包んだだけで袋に入ってない場合。袋に入ってない。これも多分大丈夫。いや、てかもうすでにお腹いっぱいなんですけど。一口ずつ食べればよかったね。もう大丈夫。ああ、あまり変化変わらないですね。ちょっと気持ち黒いな。ちょっと気持ち黒いな。気持ち黒いな。気持ちね。気持ちでしょ。ああ、そうね。ああ、いや。あ、でもそれはいけるでしょ。あ、大丈夫。あ、サクって言った、サクって言った。うん、まだ硬い。うん。いける。いける。ちょっともうお腹いっぱいなんですよ。最後までたどり着かんという感じ。ちょっと待ってください。話が違うってやつですよね。これがヘタあり。ヘタ。あ、そうそう、一個だけ一本にして冷蔵庫に入れとった。あ、それビニールで巻いてないやつですね。うん。ただ一個にしただけ。え、俺ももう一週間ぐらいバブンバブンでしか。冷蔵庫に入れただけ。あまりこの3種類の変化はないですね。中はないね。ああ。何、いける、いけるいける、お、いける。あ、でもちょっとなんか歯応えの音がなんか硬い。でも酸化が進んでないんですかね。進んでない。多分これが一番いい感じです。おお、どんどん硬くなってます。あ、硬くなってる。硬くなってることは熟してないんじゃないですか。熟してないね。それかもう、あの光られていってる方向じゃないかな。あー、ビニール袋入ってないから。そっか、水分が上、ね、抜けてるんか。そう、カピカピの方向、うん、味的にはこれが一番美味しいです。ああ、やっぱそうなんだ。なんか一番劣化しないバージョン、ね、劣化しないバージョンね。なんかね、一番あれらしい、その食べたい熟した頃にその処理をするとそのまま置いとけるらしい、という結果でした。いやいや、まだこれ残ってるんだけど。これが一番熟して、ほら、わあ、マジか、うん、スローモーションしよっか、大丈夫。加えるとこうですか。真っ黒だね、これ。これ
でもまあ確かに、まあ冷蔵庫には入っとくけんね。そう、冷蔵庫にはずっと入ってた。そういう問題ですか。まだいけるけど。あ、でも皮はやばいですけど。いけるね。全然いけますね。ただ味的な、だけん酸、水分は蒸発してるはずよね。まあ一番酸化進んでますよね。気持ちだの細くなんですよね。なんかちょっとまた体に。なんかちょっと熟した匂いがある。あ、じゃあやっぱりそれぐらいの変化ですね。やっぱちょっと固め、やっぱこのビニールに包んでヘタを巻いたやつが一番美味しいですね。美味しいね。そしてこの食いかけのバナナどうするんですか。みんなで美味しくいただきました。みんなでこのチョコレートかけて美味しくいただきました。もっとね、熟しとってね、ぐちょぐちょのやつを俺予想しとった。ちょっとね、また意外に長持ちしたりする、ね、ちょっとドキドキ感が足りんかったね、またね。俺もちょっと、ああこれいけるなと思ったけど、あのリアクションの出川にはなれんかったです。外の見た目とのギャップが、うん、ギャップが。さあ次は、すげえね、バナナの皮ってすげえっすね。すごいね。でももう俺バナナもう二度と食わんでいいから。え、美味しさはやっぱり一番、これが一番美味しいです。甘みね、保存状態がいいんですよね。うん、あの、そう、あの、美味しいですかとか聞かなくて、あの、自分で食べません？やだ。もう信じられない。なんで？さっき俺が美味しいって言ってるのに。信用性なし。